はい、どうも皆さん、こんにちは。カンタです。今日はセレクション第3弾が登場したということで、勝負のガチャをしていきたいと思います。ぜひ最後までご覧ください。まず、ガチャに入る前に、自分の狙いの状況としてはこちらになります。古田選手、小林選手、松中選手以外は、極みが可能な状況となっており、総力型も近本選手のみなので、元の狙いは12分の8となっています。ただ、昨日の動画で引いたプレゼントスカウトで福留選手を当てているため、現状の狙いは12分の7という状況です。狙いが半分を下回るまではガチャを引く予定なので、もし2人狙いが早めに引けたら切り上げる予定でいます。ミート型が補強ポイントのため、パワー型の優先度は若干低めです。ということで、早速10連目ですね、引いていきましょう。お願いいたします。まあ、一応選手枠がキツキツなので、700いっぱいにして選手ボックス送りにしています。さあ、セレクション2弾ではめちゃめちゃ自分いい引きできたので、ちょっと揺り戻しきそうで怖いんですが、まあ、第3弾でも引き続きいい引きをしたいところです。お、いきなりエース来るんじゃない？まあ、10連目からいい結果出てほしいところです。まあ、セレクション来たら確率、アイスランクが出たらセレクション確率 30% っていった感じなんですけど、まあ、とりあえずね、まあ、2人セレクション引けたらガチャが終われるので、早めに引いておきたいところです。さあ、まあ、松中選手がね、幻突がね、A ランク洗濯機役者あれば幻突腰使おうって感じだったんですが、まあ、今回はね、ないということで、まあ、5枚使うのは渋いかなって感じで、まあ、狙いは12分の7っていった状況ですね。さあ、10連目こんな感じです。20連目いきたいと思います。さあ、ということで20連目ですね、引いていきましょう。お願いいたします。まあ、何連引くかは引き次第であるんですが、まあ、いい引きできなかったら普通に90連引いて終わることになるかもしれません。さあ、 S ランク確定きました。いやー、確定外からの S は熱い。まあ、セレクション早めにとっとと2枚引いて終わりたいですね。まあ、ここ20の確定外から出して30でも狙いがね、引ければ、まあ、狙い半分下回って撤退って感じにできるので、まずはセレクション引きたいところです。お願いします。まあ、30% なんですけど、 S ランク出たらセレクションが引けるかどうか。4、5、さあ、どこで来るか。6人目、おー、通常の外選手。まあ、外選手はね、まあ、ベイスターズのタイムスリップでこの前当てたばっかなので、まあ、こちらシリーズ2のミキサーに回したいと思います。ということで、まあ、30連目いきましょう。続いて勝負の30連目になります。2024プロスピセレクションの選手1人確定です。お願いします。まあ、10人目がセレクションの選手なので、まあ、そこまでにね、1枚でも引けたら、まあ、かなり楽にはなるんですが、まあ、10人目だけでしょう。まあ、なんとかね、引きたいですね。現状12分の7の狙いなので、まあ、半分以上ってことでね、なんとか引きたいところです。さあ、演出はね、2枚引きの演出とかもあると思うんですが、なんか今のところめっちゃいいってわけじゃないので、多分違うと思います。さあ、10人目ですね。とにかく自チーム確定演出はコズと、まあ、パシャパシャ来たらもちろんパワー型であるんですけど、純正リアタイルも使える筒香選手になるわけなので、まあ、来てくれてよかったんですが、コズと。さあ、6、7、8、9人目、おー、9人目、おー、坂倉選手。いやー、びっくりしましたね。まあ、悪くないんですけどね、今の時期のシリーズ1ということで。さあ、10人目誰が来るか、お願いします。おー、小林選手ということで、これはさすがに幻突工事5枚もね、使うことはできません。いやー、ちょっと渋い引きになっています。40連目いきましょう。さあ、切り替えて40連目の方引いていきましょう。お願いいたします。で、さっきね、通常の坂倉選手ちょっと渋めの反応したんですけど、ちょっと見てみたら全同値だったのを頭から抜けたので、まあ、全同値だったら結構今のオーダーでもね、全然入ってきはするので、まあ、寿命はちょっと短いかもしれないんですけどね、全然入ってくるので、まあ、セレクションでね、どうしても引きたかったっていう面はあるんですが、おー、 S ランク来ました。ちょっとその前見逃したから、ちょっと最低限ちょっとね、セレクション早めに60連目までに引いときたい。1人は、まあ、坂倉選手はまあ良かったですね、通常でとりあえず1人。さあ、7、8、9人目、おー、筒香選手来ました。いやー、全くここで想定外。
いやー30連目ちょっとテンション落ちてたんですが、いやもう取り返しましたね。あと一人セレクション狙い引けたらガチャ終了になります。いや完璧です。続いて50連目の方を引いていきましょう。お願いいたします。いやー筒香選手ね、まあ狙いの順序的にちょっと低めにつけてしまってはいるんですが、まあそれはもう本当に完全リーグ目線で見た時の順序なんで、まあ本当にね、まあ純正リアタイでも使えますし、いやようやくなんですよね、あのシルエットの筒香選手スピリッツいくつだっけな、めっちゃ昔のから継承なんで、いやようやくね使えるなって感じですね。さあ50連目です。50連目さすがに入れないか。まあということで60連目でね、まあセレクション狙い引いて最後を締めましょう。7、8、9、10ということで60連目いきたいと思います。さあもし狙いが引けたらラストになります。プロスピセレクション60連目引いていきましょう。お願いいたします。さあ12分の6半分の確率です。10人目がセレクションの選手確定。いやーここ引き当ててね、いや30連分エナジー浮くだけでだいぶでかいんで、ちょっとそこをなんとかしたいです。さあちょっと自チーム DNA にしてるんでパシャパシャ来てほしくないですね。だから筒香選手も当たってるので、さあお願いします。とりあえずまずパシャパシャ避けの関門、ここまずそこを避けて、よしこれでちょっと自チーム確率が下がったんじゃないかな。10人目のさあ狙いを引いて終わりたい。4人目鈴木選手、さあ緊張します。70から90連の750エナジー分がかかった戦いです。さあ10人目お願いします。いやーマジか、言葉が出ない。そうなる、マジで。いやー完全勝ち確モードだったんですけどね、まあ半分ですからね、まあ文句垂れてますが当然っちゃ当然です。さあ70連目いきたいと思います。さあ続いて70連目引いていきましょう。お願いいたします。まあ60連目の引きの何が痛いかって、小林選手が被ったっていうのがマジで痛いですよね。もしこれ仮に90連目でまあ使わない選手引いたらセレクションミキサー行くわけなんですけど、そこでね小林選手を2枚だと潰せる選手の数が少ないんで、その点でも若干痛いんですよね。まあ90でいい選手引ければまああんま関係なくはなるんですが、いやーちょっとね60で終わりたかったですが、切り替えて見ていきましょう。70連目もちょっと今のところ渋い演出なので多分ダメでしょう。80連目いきたいと思います。さあ続いて80連目ですね、引いていきましょう。お願いいたします。いやここら辺でセレクション使わない選手でもいいんで引いておけると90で補強できたのと、もう一回セレクションミキサーっていう感じにもできるので、ちょセレクションあと1枚引いときたいんですけどね。ここでお S じゃない、これはいいんじゃないかな。まあセレクションじゃないとマジで意味ないですけど、お願いします。80連目、さあ誰が来るかお願いします。S 確定かな今の。あ、そうだよね。よしよしよし。何人目で来るか。1人目。いやー、グリフィンさん。グリフィンさんね。そうかそうか。通常のピッチャーも4600以上で固まってるので使いません。いやー、そう聞きますかね。2枚引きしたりしないかな。9、10ということで、まあラストを引いていきます。ということでラスト90連目セレクションの選手1人確定です。お願いします。まあここで狙いの選手引けたら、まあミキサーはなしで終わりたいと思います。まあ狙いが来なかったらさっきの小林選手2枚含め、まあ崖っぷちミキサーになりますね。さあお願いします。まあ12分の6で、まあここ半分の確率と、まあダメでもミキサーが控えてるってことで、まあなんとかなるんじゃないかなとは思ってますが、さあできればねミート型の選手を補強しておきたい。まああとはね大瀬良選手が9位請求 A 同値なんで、そこを取っとくとでかいんですよね。石山選手がもう9位請求同値を持ってるのでセレクションで。さあ5、6、7、8、確定分のみですかね。お願いします。いやーそんなことある、うわマジで。これミキサーの確率もさ小林選手しか潰せないじゃん。うわということで崖っぷちミキサーやってきます。はい、ということで
崖っぷちミキサーですね。福留選手は無料で当てたので今回の90連の収穫今のところ筒香選手のみです。さすがに90連だと2人は補強しないとまずいのでお願いします。ここ小林選手以外のねやつせめて引いとけばここのミキサーの確率が絞れたんですが、これだともう11分の6なので、いやー怖いなー。引けるか。さあマジでお願いします。いや筒香選手引くまではめっちゃいい流れだったのにな。ガチャお願いします。マジでお願い、マジでお願い。ここ引かないとまずい。オッケー森選手ということで、まあ耐えでしょう。まあ90連でね、セレクション2人補強はできたので、まあいいんじゃないでしょうか。セレクションガチャの結果はこんな感じです。セレクション第3弾のガチャ、本日の動画は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。イベント進捗状況は始まったばかりのため、次回の動画から紹介していきます。明日は動画のお休みをいただき、明後日は日曜日ということで、毎週恒例のやるべきこと動画を上げる予定です。来週のイベントガチャなどを予想していきますので、よければ見に来てください。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。